どうもこんにちは、T1 スタイルズです。いよいよ私の持つ、バージョン 9.6 の動画ストックも、今回のものを残すのみとなりました。今回は日本のティア7抽選者、チリで出撃、クリオスと、山田さんとのプラトーンで参戦。山田がトップティアで抽選者だからな。山田を援護しながら、西側を攻めるぞ。援護よろしくお願いします。この IS、僕の中で爆散王子って名付けているくらい、よく爆散するんで、気をつけます。なんだか恐ろしいフラグを立てたような気がするなぁ、それ。大丈夫だ、お前を爆散させたりはしないぞ。それもなんだか、不安な発言なんだよな。うら。それじゃあ、西側にレッツゴー。俺らで、アジア戦車こそが最高だと教えてやろうぜ。僕のこれ、ソ連戦車なんだけどな。はぁ？あ、それ、IS か。IS2 じゃないんだよ、まったくもう。それにしても、君たちは早いなぁ。チリってやつが、遅いだけだろ？確かにね、遅いし、でかいし、薄いしで、自走砲のいい的にされるんだよね、よく。ああ、こいつももしかしたら、爆散王子なのかもしれない。自分でフラグ立てたな、それ。スタイルさん、死ぬ時は一緒だよ。うん、わかったよ。いや、それは困るんだが。冗談っすよ。そうそう、平気平気。心配だなぁ。あの D 型、撃てるかな？ダメそうですね。元のルートに戻りましょう。敵の IS を発見したぞ。ナイスナイス。いよいよ僕の出番ですね。前方は頼みましたよ。びっくりしたなぁ、やっぱり自走砲に狙われやすいや。特撮みたいに爆撃が来るもんなぁ。自走砲が3両もいればそうなるな。自走砲が多いとテンション下がるぜ。筋肉も来ましたね、押されそうです。援護するぜ。あの辺りを撃っておきたいんだけどな。まあ無理だな。よし、僕もそっちの援護をしますね。自走砲食らった、クソ。ここにチリの火力が欲しいぜ。任せんしゃい。こら IS、止まりなさい。どんな問題？やっぱりチリの戦力は大きいな。貫通すればだけどね。じゃあ IS、さようなら。見たか、これがアジアの力や。あ、相変わらず自走砲に嫌われるチリさんなのでした。すごいな、マジで特撮みたいだな。これはいい飛来心になりそうだぜ。おのれ。さあ君、止まりなさい。あ、クリオスナイス。じゃあ、余った弾をあげるよ。チリって、かなり便利そうな戦車だな。でもそんなことないよ。貫通低めだし、装甲もろいし、隠蔽も低いからね。ソロだと難しいんだよね。プラで火力支援だと、結構助かるんだよな、それ。これがチリの居場所なのかな？東も押してるし、ここは慎重に押していきたいところだな。こっちに回ってみるかな？やっぱり爆弾王子でしたー。マジかよ、クソー。しかもここ、抜け殻いっぱいで通れないし。フラグ回収ってわけだな、山田。チリがチリになるのを待ってますよ。いやいや、ならねえから、僕は。無駄足食ったな、待たせてごめんよ、M6 さん。まあ、もう抜け殻になっちゃったみたいだけどさ。仕方ない、ここはもう少し味方の支援待ちだ。あの D 型を、徐々に削っていきたいね。あれが落ちれば、だいぶ楽になるしな。味方が囲ったし、一気に攻めましょうか。そうだな。
ごちそうさま。ナイス。やっぱり、オートローダーだと取りこぼしが少ないからいいな。旗から見てる分には楽しそうだな。楽しいけど、結構癖があるから、使い方が難しいね。このまま、東西から挟み撃ちだな。数はほぼ互角だけど、ポジション的に分かってるからね。チームワークが鍵になるな。なるべく味方と歩調を合わせながら行かないとね。あのあたり二次双方か、食べたいな。我慢だ、チームワークだろ。うわ。欲をかくとこうなるんだぜ。気をつけます。またかよ、ほんとに自走砲に狙われっぱなしだな、俺。俺は自走砲には乗らないからわからんが、乗ったらチリを狙うようにするぜ。チリさんかわいそう。あとは大体線路の向こう側かな。お、見えたぞ。撃てんかった。よし、自走砲見つけた。誰かに撃ってもらおう。お、俺が撃ちたいです。バカ、やめろ。痛いです。だから言ったのに。俺が代わりにやっとくぜ。悔しい。目標を視界内に確認。離隊修理完了。弾が入らない。クソ。俺がやるぞ。ナイス、でも悲しい。あとは駆逐2両ですね。ここは仕留めるぜ。敵車両2段、命中しました。敵車両、完全に沈黙しました。見たか、3コンボ。でも長いリロードです。俺も一発だけ。よし、勝ったぜ。成績はこちらです。M2 バッジと、神の手をゲット、自走砲に狙われまくりの一試合でした。我らアジアタンクのいいタッグが見せれましたね。爆散王子はあれでしたが。実は今回は2本立て、もう一試合用意しておりますので、そちらで活躍していただくとしましょう。それでは2試合目に移行します。同じ組み合わせのプラトーンで、マップは湿地。ミドルケアとして振られております。俺とスタイルは北側を目指すことにしよう。僕は中央の丘あたりに行きますね。了解です。移動のシーンが長いのでカットしますね。尺の関係もあるしね。いろいろ見えたね。できれば射撃に徹したいんだけどな。無理に前線に出ない方がいいと思うぜ、俺は。そうするよ。誰か撃てないかな。このままスカウトに徹するぜ。よろしくお願いします。ああ、もう、ここじゃ全然ダメじゃないか。お、T150 が撃てないかな。ダメでした。やっぱりちゃんと狙わないと抜けませんね。目標を視界内に確認。敵車両の機体にダメージを与えました。貫通しませんでした。そう言って同じことを繰り返すおバカな僕。ちゃっかり離隊を切ったから、まだいいんじゃね。あれは自分で生産するよ。ナイスショット。じゃあ、もう一回偵察してきますね。弾が入ったら支援するぜ。よし、見えたな。このまま詰めちゃいますね。ナイス。ちょっとダメージ交換しちまったがな。移動と文字文字が長いので早送り。俺はこの間に、川向かいのスポットを取りに移動。SU-152 だな。スタイル撃てる？やってみるよ。しし、ちゃんと狙わないと抜けないね。はい、もう一回見えたぜ。ちょっと待って。
出てくるよな。目標よし、遺体を切ったぜ。これでやれる。生き残っただと。お、クリオスナイス。いいってことよ。湿地は攻めれる時に攻めなきゃってことで、一気に川を横断することに、クリオスにはスポットを頼んでいます。ま、マジかよ。最高ティア10戦車と、ワンパンの大きい SU152 かよ。了解。再度索敵を急ぎます。か、川を渡るのは一時中断だな。お、味方が続々と来てくれましたね。このまま徐々にアップしていくぞ。よ、了解です。FCM を狙っていくぞ。お、OK です。ラストいただき。ナイスです。やりますね。たまには活躍したいからね。あれ撃てないかな。お、当たった当たった。ラストいただき。ナイスです。やりますね。たまには活躍したいからね。あれ、デジャブかな。ラストいただき。ナイスっす。やるじゃん。ラストいただき。ナイスです。やるじゃん。たまには活躍したいからね。あれ、やっぱりデジャブかな。自陣が取られたな、大丈夫かな。多分大丈夫かな。うん、自走砲ナイス。お、キュンメルだ。目標を捕捉しました。目標を死んでる。索敵を急ぎます。中央に敵中戦車が2両いるのか。こっち側から撃っていきたいな。ここからやれるかな。お、59式ならば。いや、もうちょい進もう。よし、ここからならば。発射。ナイス、ナイスっす。あれも撃ちたいな。でもいいや、先に自走砲をやってこよう。僕がいても意味なさそうだしね。お、FV304 見っけた。3発入ればやれる。どんな問題。あ、あれ、待ち構えてたか。でも3発入ればやれる。生きるかよー。一発でやられるとは、さすがはチリ。ここでフラグを回収することになるなんて、しょんぼり。2代目爆弾王子襲名ですね。嬉しくねー。戦闘結果はこちらです。悲しいことに、M3 バッジのみ、見事一撃とは、さすがは日本戦車でした。成績としては、全員が上位、プラトーンで敵を重量撃破の大活躍でした。お前が生きてれば、潜入もらえたのにな、残念。残念だなー、いつか3人で潜入を取りたいものです。それでは、オチがついたところで、今回はおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。まったねー。